男のプライドとして嫌だ。ちなみにどういう子タイプなの？俺？左無理やり入りたがってるんで、ちょっと気持ち悪い。はい、どうも、やってまいりました、エアー大阪。本日の企画はですね、前回に引き続きエアー大阪運営陣対現役プレイヤー初回対決。どういう密着の仕方？でも一番俺がイケメンかもしれない。え？ちゃう？まだこの2人はストライプの方、シャツの方いらっしゃるんですけど、まあこう一見クールに見えて、過去はねこうエアーグループのオールホワイトっていうところでね、代表を務めていただいたりとかは、あとこう1億円プレーヤーだったり、結構こう数々のこう記録を残した方です。隣のちょっとこう古い感じの衣装の方ですねこの人はまあ大阪のもっと某店の代表で、でこちらのエア大阪でもまあアドバイザーでこう働いてて、今はこう運営スタッフで2人とも働いていただいてて、これからじゃあ初回についていただこうかなと思うんで、はい、ちょっとそこを密着してフォーカス当ててやっていこうかなと思います。はい、それでは行ってみよう。ういーす。HostTV.com 新人です。調子どうですか？まあ慣れっすかね。でもなんとなくハマってるな、ハマってないなは多少わかりますね、やっぱり。何髪型がダサい？髪型がダサい？誰がやねん、誰が髪型がダサいねん。ちなみにどういう子がタイプですか？いきます。塩派を。じゃあ僕ですね。塩派ってね、今わかんない、最近塩派がわかんねえな。僕です。ありがとうございます。はどういう人が好きですか？普通な感じ、難しくない？逆に。ありがとうございます。塩顔？今のが塩顔が人気やん、めっちゃ。ちょっと味濃いめだけど大丈夫。ソースだよね。絶対座ると間違いだね。完全なる。大丈夫。いやいや、味濃いよね。味濃い。誰が塩この中で？塩、リンが一番塩か。あ、ありがとうございます。初めてや。僕もでも初めてですよ、会うの。会うの初めてです。会うの初めてです。一緒です。苦笑いです。あんまり、じゃあ横行っていい？間入っていい？あ、やったね、間ハーレムシャオ。ダメダメ、断られた。ちょっと上げてくれたやん、友達がちょっと上げてくれたやん。やのに閉じんのやめてもらっていい？なんか間に無理やり入りたがってるんで、ちょっと気持ち悪い。そう、いやいやいや、開けてくれたのに友達が閉じたのよ。そういうね、まあ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 、ごめんなさいね。うちの子が追い出しちゃってごめんなさい、すいません。じゃあ僕上乗っていいですか？いやいや、なんでやねん。上乗っていいですか？いや、真ん中入るのも分かんのに上乗ったらあかんやろ、そら。どうせって言います。いくつに見える？いや、全然全然、気持ちはいつまでも18やから。今笑うとこやから。あのね、貫禄ある。ちょっと女の子からしたらちょっとガーこわみたいな壁もある。やっぱそれ言われました？いや、まあでも本当にこれから取りに行くんで。それって言い訳ですよね。そう、これから取りに行くんで。言い訳、まあ、あると思うんで。はい、言い訳です。姫との距離感がどうしても気になる2人、指名をもらうことはできるのか。このように、このようにはね、感動したのは、まあ、性的で言うと、何世紀かな、20世紀ぐらいかもしれん。聞かないでもらっていいですか？嬉しい。え、ここキャバクラ？お金払うのこっち？もしかして払った方がいいよね、完全に。そっか、めっちゃ嬉しい。え、絶対選んで、じゃあ。であれば絶対選んでほしい。このね、みんなに言ってるかどうかがこの後わかるっていうね。完全に絶対俺送るでしょ、こんなの。そういうとこは何に見えた？うん、だから見てて、まあ、そうだね。そう、なんかあれ、あれなんか取れそうな空気だなと思って。いやいやいや、取れる取れない理由と、多分取れないと思う。ホスト初めてらしいからね。いやでもなんか 僕個人的には空気的になんか取れそうな雰囲気かなと思って見てたんで、ハードの投げ方やめてもらっていいですか？送り指名をもらえそうな雰囲気を出していた寮生。
果たして白兎の方は。横行っていい？やったね。ホストの初回でパチンコ見てる。もうちょっとこっちに興味示してもらっていいですか？あんまり。もっと見てじゃあこっち。ちょっとエッチな感じでチラチラ見て。難しい。ただね、あのパチンコに負けてんのが嫌だな。パチンコに負けてんのだけは絶対嫌だな。負けてんのは嫌だ。男のプライドとして嫌だ。ちなみにどういう子タイプなの？俺？もう一回言おうかな。ないんか。ちょっと嘘でも俺って言ってほしかったな。この卓でもうまくいった様子はなく、パチンコの動画に負ける始末。現代ホスト界は甘くないようだ。来たこれ。すぐ出るらしい。ただいま。帰り。あ、一回送り出しながら。あ、どうも。一旦ごちそうさま。ありがとう、ごちそうさま。おいしそうです。イエイイエイイエイ。ダンスあるから気をつけて。一緒に来たい。一緒に来たい。後でなの？サティブさん、はい、本日、何年ぶりですか？5年か5年じゃない。プレイに戻った店長のアグロさん、何件ですか？僕、今日、はい、また選ばれました。遅れ選ばれたっす、今、はい。これからは春の時代だよ。これからは上白春の時代。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、どうもね、最後こう、エンディングで最後ね、皆さんの結果発表ということで、今日なんと初回が12組17名。普通に考えたらめちゃくちゃ多いんですよ。やっぱサングラスの方から、どうでした、りょうさん？悔しいですって。飲み直しがなかった。ああ、ちなみに送りの方は、送りはまあ1件あったんだけど、あ、飲み直せなかったし、シャンパンタワーもできなかったのが、今いつもね、教えさせてもらってる立場としてはもう本当に説得力がなくなってしまうかなと思って、本当に涙で。見えます、これ、涙のあって。すいません。でも、もう一人いるんで、イニシエの人は。七海白人です。本日、送りゼロです。明日、ヘルプから始めます。テーブルマナカやります。お願いします。お願いします。ファーストから行きます。全部一から始めます。僕にホストを教えてください。まあそうっすね、送りゼロ。普段めちゃくちゃ偉そうに下の子に対して、お前連絡しろよ、もう LINE 何件返してるんだ、めちゃくちゃ言ってるんですよ。お前どうなんだい。送りゼロなんですよね。ほんまそれ。これは本当に今回の件はしっかり反省していただいて、ちょっと一回見直してもらって、自分の行動を。本当に今回の、勝負はもちろんプレイヤーが勝利。よいしょ。もう今回こういうので終わろうかなと思ってるんで、それでは今回はありがとうございました。少し目代表、代表オッケーは、ラストマスクゼロ件です。エアオサカでは経験者、未経験者問わず従業員募集しております。イケメンに磨きをかけて女の子にモテること間違いなし。ホストをやるならこれ以上の感じはありません。ご応募お待ちしてます。イエーイ。